どうも、ちょうです。はい、フェス来ましたね。レッツフェス、こちらね、弾いていこうと思います。はい、2段まで実装されてますけども、私はですね、こっち1段、はい、今回はこのレッツフェスの第1弾を弾いていこうと思います。狙いはレムのデュアル覚醒ですね。はい、レムはシンクロ覚醒持っておりますんで、ここはねちょっと押さえておきたいというところですね。特にあの覚醒も2種持っておりますんで、はい、かなりね今後活躍をね期待できるんじゃないかなと、そういう風に思っております。そんな感じかな。まああとはベアトリックスも新格持ってますんで、できればデュアル覚醒欲しいところで、アーロンは何も持ってないので、まあ無理してアーロン来なくてもいいかなというふうには思ってますね。はい、まああの炎は人材が豊富なので、うん、無理してアーロンに固執する必要はないのかなというふうには思ってますけども、はい、そんな感じで引いていきたいと思います。はい、でやっぱね、目玉が第3弾のロックなので、僕は、はい、そこまではちょっとねミスリル温存しながら引いていきたいんですよね。まあ今はミスリル314だから、今のところイベント、このフェス期間中のイベント全然手つけてないので、まあどうだろうね、フェス期間中のイベントをこなしてミスリル集めたら350、うまくいけば400近くまでいくと思うんですけど、うん、350は確実にいきますね。400いくかな、ちょっと分かんないですけど、うん、まあやっぱ33連ぐらいですかね。150個を目安に、うん、ちょっと打ち止めになっちゃうかもしれませんけども、なんとかねその33連のうちにね、レムのデュアル覚醒なんとかね、ゲットしたいなと、そういう風に思っております。はい、まあちょっとざっとこう見ましたけど、この辺の戦技もね、まあいいっちゃいいんですけど、やっぱデュアル覚醒欲しいっすね。ですね。はい、まあかぶりは12分の1なので、まあほぼほぼ新規は出るだろうとは思うんですけど、はい、とは思うんですけどね、もう思い切っていきましょう。フェスですからね、お祭りですから、もう楽しんでね行きたいなと思います。いきます。よし、まずは11連。さあ、なんだったら一発でレム引いてもいいんですけどね、どうですか。1個、この1個がもうレムだったらいいですよ。はい、OK、第1関門突破でございます。いや、レムだけど違うな、これチェインだったかな、チェインじゃなかったか、違ったっけか。あーだよね、 OKOKOK、 まあ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 いいんですけども、はいはい、まあまあでもね、レム来てるからね、この流れで D 角来てください。まあ誰だったっけ、ベアトリックスでもいいですけど、やっぱレムだな。特別レムに思い入れがあるわけではないんですが、1個率が高いね。はい、スキップ、とりあえず止まってくれ、とりあえずは止まった、 OK。 さあ、赤みがかった探検、赤い探検来い。違う、新奥義だこれ違うな。でもレム来てるよ、レム来てる来てる、いいですよ、いいんですけど、いや、この流れも次来るでしょね、この流れはもう次で来ますよ、デュアル覚醒、レムのデュアル覚醒。さあ、せめてベアトリックスがどっちかが欲しい。2個、 OK、 この2個出る、このね2個出た時の安心感。さあ、2個とも潜ってください。 OK、 さあ来い、よし、うわー、またレムか、来い、よし、うわ、いや、他のね配信者の方の
動画を、まあ、ちらっと見たんですけど、まあかぶるよね、かぶらせてきますよね。これだけラインナップいっぱいあるのにここかぶらせてくるかね。あー33連いってしまった、どうしようかな。いやーなんかもうこれ以上突っ込んでもかぶる気しかしないっすよねこれね。いやーもう泣きの11連だ。いやーこれはもうここで絶対終わる。あとはもう期間中のミスリル、フェス期間中にミスリル貯めてもう一回今度ロックだな。さあ1個、さあ止まった。新奥義やめろよ、レムの新奥義やめろよ、来い。あー違ったけどこれベアトリックスだな。あベアトリックスか、チェインとかそれ系だったかな、どうでしたっけ。あーチェインだね。いやーチェインもいいんですけど、デュアル覚醒引けなかったな、マジか。いやーレムお預けだなちょっとなこれ。いやー欲しいねこれ、引きたいこれ。まあしょうがない、諦める。もうロックのために諦めます。あとはなんだろう、あシリハピ引こう、シリハピの6引きます。はい、ねはい、シリハピの6、ちょっと遅いなこれ、画面遷移がちょっと遅いな。いやー本当にかぶせてきますよね。本当にね、いろんな方のあの動画ちょっとね見たんですけど、そこかぶらせてくるかなっていうところ結構ね来てましたよね。さあミラボ出してくれ、とりあえず結構ここ引いてるんでかぶりもたくさん出てくるとは思うんですけど、ミラボ出てきた、オッケーで止まってくれればなおよしなんだけど、止まらないか。あーなんかシャドウだな、持ってたような気がするだよね。はい、なんかかぶりだらけだよね今回も、今回っていうか、なんかなんだろうね、今年入ってからかぶりが多いね。異常なかぶり率ですけど、まあそれでもね、なんとかこのかぶりとともにこのフェスをね楽しんでいきたいなと思います。いやー悔しいね。44連引いて1個もあれだもんね、デュアル引けなかったもんな。っていうか何マス埋まったんだこれ、44連で。何マスだこれ、1、2、3、3マスしか埋まってないっすねいやこれはもともと持ってたもんだから、まあしょうがない、はい諦めます。ロックのためにここはね、自分の腹にパンチをしてね、ちょっとこうなんとかこのミスリルね残しておきたいなと思います。はい、第3弾のフェス期間がいつまででしたかな、4月の5日までか、もうギリギリまでちょっとミスリル貯めようかなと思います。はい、ギリギリまで貯めて、それからロックのデュアル狙っていきたいなと思います。今のこの引きの流れからいくとかなり状況厳しいんじゃないかなと思いますけど、まあパパリモもねシンクロ覚醒持ってますんで、まあロックまで届かないにしてもパパリモはちょっと抑えておきたいですね。あとは強キャラのエッジもいるし、まあお犬様はいいや、お犬様全然持ってないんで、はいいいんですけど、まあ強キャラ揃ってますんでここもね。なのではい3段ね、ちょっと3段までみっちりミスリルも貯めて、もう一回ね、フェスに参加したいなと、そういう風に思います。はい、これからね、ガチャ引く方、もう引いてしまった方、いらっしゃると思いますけども、このフェス期間中のね、皆さんのね、いい引きができますように、心から願っております。はい。そんな感じで、
今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。